はい、こんばんは、後藤です。いつもですね、ブログを、えー、見てくださってありがとうございます。えー、今日はですね、えーと、聞く相手を間違うなということで、えー、話していきたいなと思うんですが、えー、今日この話を何でしようかなと思ったのかというと、えー、と結構、まあ、話をですね、いろいろ悩みとかあると思うんですよ。この商品だそうか、この商品どう思うみたいな。 えー、この広告どうしよう、どうでしょうかみたいな話を、が出ることってちょこちょこあると思うんですが、まあ自分でね、決めかねて誰かに意見を聞いたりとか、アドバイスを求めてみたりとか、相談したりっていうことがあると思うんですが、えっ、ー、と、これをですね、あのー、聞く相手を間違うと、えー、非常に残酷な結果になるというか、そういうのがあるので、えー、それを避けてほしいなと。 いう部分で今日はこの話をしようかなと思ったんですが、えーまあ、そじゃあその相手ですね誰に相談したらいいのかっていうことなんですけど多分よくやってるパターンっていうのが、あのー、自分の会社の社員とか、えー、家族とか友達とか、えー、にこういうのやってみようと思うんだけどどうやろうみたいな。 話をすることって結構あると思うんですよ。ただ、そこでよく考えてほしいのが、あの、その話を、これどうかなって聞く相手、例えば家族とか、友達とか、えー、まあ、経営とか知らない友達ですね。普通の友達、幼なじみみたいな友達とか、えー、まあ、親、商売をしたことがない親とかに、えー 意見を求めると、まあ、自分の会社の従業員とかもそうですよね。経営したけ会社を経営した経験が全くない、えー、雇われてる従業員に意見を聞くと。こういう人が結構多いんですが、これやっちゃうと、あのー、何て言うかな、でも、それを、意見を求めたら、偉そうに言うんですよ。いや、これはもうちょっとこうした方がいいと思う、みたいな。 ことを言,う言うんですけど、じゃあそれをやったときに、お前は来るのかと、お前は買うのかという話なんですけど、これ買わないんですよね。100%。まあ、100%ってあれですけど、ほぼほぼ買いません。アドバイスをしておいてですよ。こうしたら売れるんじゃないとか言っといて、自分は買わないということがあるので、えー、っとこれ非常にですね、あのー、無責任なアドバイスをします。えー、自分の周り。 え身内とかは特にそうですけど、うん、こうしたらいいんじゃないかみたいな。こうアドバイスを求めてるがゆえに、向こうは偉そうに言ってくるんですよ。だからそういう意見はあんまり聞かない方がいいというか、えー、経験がない人に聞くっていうのはあんまり良くないということですね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、自分がやってるビジネスとか、自分がや,やろうとしてること、すで既にやっぱりある程度の結果を出してるというか、成果を出してる人。 このパターンでうまくいった人、こういうやり方で、えー、こういう集客をしたことがある、こういうやり方、経験数が自分よりも多い人に聞いていくことで、えー、よりですねこう本質、本質的というかあの、経験に基づいたアドバイス。 をしてくれるので、えー、自分がもちろんやりたくないことも言われることもあります。こう,こうやってやったらいいんじゃないって。あ、でもそれはちょっとって思うかもしれないんですが、それですでに成果を出している人からのアドバイスというのはやる価値はあります。なので、えー、聞く相手、これを間違えないように、えーまあ、自分の、ま、取り巻く環境ですねを変えていくことももちろんそうですけど、えー すでに自分がやろうとしていることで、成果を出している人たちと、えー、多くの時間を過ごす、環境を変えていくということをやっていくといいんじゃないかなと思います。ということで、今日は、えーま、聞く相手も間違うなということで、えー、ぜひですね、えーま、今まで家族とか身内とかに聞いてたのを、えー、別の人、経験豊富な人たちに聞いていく、えー、積極的に えー、会ったりとか話したりとかする機会を設けるようにしてみてください。そうすることで、えーあなた、あなたがやることですね。これからやっていくことっていうのは、えー、まあ、誰かの実実、誰かが実績を出したようなものを、こう、応用して、取り入れて、より成果の出やすいものになっていくんだと思います。ということで、そんな感じで今日終わっていきたいと思います。ではまた。